統一地方選挙の後半戦はあさってが投開票です。注目選挙の一つ函館市長選は低迷する地元経済をどう復活させるか、候補者2人の政策が問われています。ほとんどバス乗ってしないかも。せっかくここに来たのにバスに乗って、買い物しない。4期目を目指す工藤俊樹氏、これまでトップセールスで国際クルーズ船など外国人観光客の誘致に力を注いできました。しかし新型コロナの影響で観光客は激減、水産業の不振も重なり経済は停滞しています。観光の復活こそ函館の復活。多くの時間を観光地での遊説に割き実績を強調します。観光客600万を目指して頑張っていけば朝市も様変わりをしていく。すぐにでも台湾に行って毎日運行、これを確実なものにしなければならない。一騎打ちとなった相手は人気俳優の兄で観光部長も務めた元部下。相手候補が新幹線の函館市内乗り入れを掲げていることを意識し真っ向から反論します。新幹線東京から引っ張ってやってくるんですが、永遠に続く莫大な赤字を誰が負担して誰が走らせるんですかということですよ。そこの答えがない限りは話にならないな。腕を横に振りながら桜色に染まった五稜郭公園、新人の大泉淳氏はこの日の朝地元のサークルに混ざってラジオ体操です。気づいて話になるとね、いろんな話出てきますよ。意見交換もあります。小さなグループとつながり輪を広げ大きなうねりを作ろうと活動してきました。昨日は函館の中心部から少し離れたスーパーの前で街頭演説をしました。陣営によりますと動員はかけていないといいます。ムードしか分からないですけど、とにかくすごく肌感覚としてはものすごく応援していただいている感じがします。でも比較のしようがないですからね。昨日開かれた大泉氏の総決起集会、参加者は陣営発表でおよそ1200人に達しました。公約では今年間8億円のふるさと納税の寄付額を返礼品を充実させることで4年後には100億円にすると訴えます。ふるさと納税の検索サイト、その見られているランキングというのはあります。函館は全国で11位であります。もうトップクラスなんです。他の都市に比べて投票率が低いと言われる函館市、有権者の審判はあさって示されます。